キーシリーズの機種、キー10キーシリーズとは、1990年にヤマハから発売されたキー10をはじめとする音源内蔵型シーケンサー専用機の型番、商品名である。25年間にわたって商品展開された。キーの名称の由来は Q が、シーケンサーの Q 倍は前身であるヤマハのシーケンサーシリーズが QX だったことから、 同シリーズには通常含まれないが派生モデルとして作成された経緯を持っているため便宜上 QR10 も合わせて紹介する。キーシリーズの特徴は持ち運びが自由であることとスタイルシーケンサーの機能にある。スタイルシーケンサーとは当時からヤマハが自社製のエレクトーンやポータトーンに採用していた ABC 機能とシーケンス機能を融合したもので プリセットされたスタイルとその中に用意されたパターンを組み合わせ、あとはコードネームを指定するだけで容易に伴奏部分を作成できる機能のことを言う。従来の CE 検査であれば外部接続が必要とされていたミディ音源を内蔵し消しゴムサイズのミニ鍵盤を持ち DTM 初心者でも1台で伴奏作成、作曲、アレンジをすることができる。 1> 第1弾のキー10からキー100までは、ハンディタイプで、炭酸乾電池による稼働が可能である。また、キー10移行数年にわたり VHS、ビデオテープサイズにこだわって設計されていたが、使用の都合上、キー70、キー100で若干サイズアップしている。デスクトップ型のキー300、キー700は、すでに DTM が PC のソフトシーケンサーに移行している中、あえて、 プロユース志向のキーとして発売され、以前の QX3 などの後継機種となった。その後ヤマハは90年代末からの景気低迷のためか、または PC ベースのデジタルオーディオワークステーションに移行したためか、名実ともにキー700をハイエンドモデルに位置付けし、それ以降キーファンに上位機種を熱望されながらもデスクトップ型キーは発売していない。また、 この機種のシーケンサー部分は QS300 やヤマハ i o s シリーズにも応用され、ヤマハのシーケンサーソフト XGWorks にもその影響が見られる。また、DAC を除くシンセサイザーのモチーフモチーフ ES には内蔵シーケンサーとして、キー700の機能とキー300の表示能力が流用されている。キー20、ありがとうございます。